それでは中央大学行ってみたいと思います。今日の英文法はこちら、正誤問題5問、そして文法と熟語の融合問題10問、これを行ってみたいと思います。皆さん画面上で問題を解いていただいて、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。そして次につながる大事な情報、それは一番最後ホワイトボードにまとめますからね。ということで頑張っていきましょう。セブさん、設問の指示の一読をお願いします。セブさん、問いの一番でございます。検討お願いします。皆さん、これ選択肢 E のこの Reminds、 これがヒントになってますよね。皆さん、 Remind と見たら後ろは A of B ですよね。ですが皆さん見ていただいて分かると思いますが、 For が来ておりますので正解は E ですよね。ですからこの4をオブに直せばよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番よろしくお願いします。皆さん、これも選択肢 E が怪しいですね。皆さん、 What を使うときはどういうときでしたか？もちろん先行詞がないときですよね。皆さん、この What の前後をよくご覧になっていただけますと、濃い霧に覆われているのは皆さんどうやらこの箱根ですよね。ですから先行詞が存在しておりますので、まずはホワットがダメですよね。ですからひとまず正解は E ということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、このホワットをどう直しますかということですが、ちょっと皆さん話変わりますので色分けさせてくださいね。で、皆さん、ホワットの右側見ていただきますと、いきなり was になっておりますので間に主語がないですよね。で、皆さん、こういう主語とかもしくは目的語が書けた文章を不完全な文章と呼びましたね。皆さん、その不完全な状態になった時に使えるのは関係代名詞でございます。でもちろん関係代名詞と言われたら、先行詞が人間だったら不、そして物だったらフィッチということでよろしいかと思います。で、今回は皆さん箱根でございますので人ではないですよね。ですからホワットをフィッチに直していただけるとよろしいかと思います。ただ皆さん、ちょっと注意していただきたいのは、箱根という場所だからフェアというふうに考える方もいらっしゃると思いますが、それちょっと危険でございますので、皆さん、関係代名詞と関係副詞の違いの解説動画、これ皆さんすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしその違いがよくわかんないという方は、この後お時間よろしければご視聴ください。皆さん、では問いの3番よろしくお願いします。すみません、これも E のこの先頭がちょっとまずいですよね。You're better。皆さん、ハドベターと言われたら助動詞でしたよね。で、もちろん助動詞の後ろは動詞の原型でなければならないですが、見ての通り accepted。ダメですよね。ですから、ひとまず正解は E ということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、どう直しますかということですが、これは意味内容上、おそらくこのオファーを受け取るべきだったんでしょうね。ですから皆さん、この accepted、 これをうまく活用するんであれば You should have accepted、 こう直せばよろしいですね。さあ皆さん、続いて問い4番お願いします。皆さん、これ選択肢の A のこの and がポイントですよね。皆さん、 and の左側と右側、当然同じ形、同じ品詞になるはずですよね。ですが皆さん、and の左側 ing で、右側動詞の過去形になっております。で、もちろんこれ answering ing になっているのは左側に after、 まあそれがあるからでいいんですが、 and の左側が ing であれば、 and の右側この took を taking、 これに直せばよろしいですね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの5番よろしくお願いします。これ選択肢の E のこのあたりの関係性がどうも怪しいですね。この左側は important factor、 名詞でございます。一方、皆さん、 profoundly、 副詞ですよね。でもちろん副詞は名詞にかけることができたかと言われたら、もちろん無理ですよね。副詞は例えば動詞にかけることができましたね。となってくると、皆さん、この右側ですよね、 affects、 動詞でございます。ですから皆さん、この profoundly という副詞を that の右側ですよね、この辺に持ってきていただけますと、右側 affects、 動詞を修飾している状況になりますよね。ですから正解は E ということですね。 that の右側に profoundly affects、 こ
コーナーをしていただけるとよろしいかと思います。それでは続いての問題でございます。まずは節分の指示の一読をお願いします。サムさん、選択肢こちらでございます。まずは空欄1番お願いします。まず空襲の右側、ベネフィット、恩恵ということでございますので、抽象名詞ですよね。もちろん抽象名詞というのは形がない名詞のことですからね。で、その抽象名詞とセットで使う前置と言われたら、もちろん水のオブですよね。オブプラス抽象名詞は形容詞に書き換えることができました。つまり、of benefit。これが beneficial。それに書き換えることができますね。で、その知識を聞いてるかどうかを試す問題ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番、よろしくお願いします。そしてこれは空所の右側のザフル。これで熟語ありましたね。もちろん正解はいいですよね。to the fall 心ゆくまで。この意味を分かってるかどうかを試す問題ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて問いの3番お願いします。まずこれは空所3番の右側を眺めていただきますと、dancers 複数形になってますよね。で、それが最大のヒントでいけそうですね。もちろん正解は A ですよね。among。ですから彼女は最も素晴らしいバレエダンサーの中に存在していると。つまりダンサーの一人ということで A の among でよろしいかと思います。さあ、続いて問いの4番お願いします。まずこれ空所の前後の quality と quantity。これを比較してるんですよね。で、皆さん比較してクオリティの方がいいですよ。というふうに表現してますよね。で、そういう比較の働きをする前置詞と言われたら、もちろん D のオーバーですよね。クオリティの方が優れてる。つまり優劣を示す使い方ですね。ひとまず正解は D ということでよろしいかと思います。で、皆さん最後問いの5番は残った選択肢4でよろしいかと思いますが、まあ、本当にそれでいいのか一応確認をお願いします。で、皆さん確かに文頭のファットと4ですね。それとセットでこの古いタイプライターは何のためにあるのか。そうです。そういう何のためという意味を表す表現ですね。ですからこれも有名な熟語でございますので、それを知ってるかどうか試す問題ということでよろしいかと思います。さあ、ラストの問題でございます。まずは、節物指示の一読をお願いします。では、まず問いの一番、お願いします。これは空所の右側、接続詞プラス SV ですよね。それとセットで使う表現と言われたら、もちろん D の C ですよね。もちろんこういうところ、ざっと説なんかも来ますが、うんたらかんたらを確かめるという意味でしたね。で、このあたりは後でまとめますからね。ひとまず正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番をお願いします。これはうにゃうにゃオフという意味の熟語で大丈夫そうですね。もちろん正解はコールですよね。コールオフでうにゃうにゃを中止する。その熟語の知識ということで A が正解。バッチリですね。その意味を知ってるかどうかを確認する問題ということで、よろしいかと思います。サムさん、続いて問いの3番、お願いします。サムさん、空所3番ですが、右側は前置プラス名詞になってますよね。つまり、M でございます。ということで、皆さん、空所3番には、自動詞を入れればよろしいですね。ですが、正解は E の work ですよね。もちろん、仕事をするという意味もありましたが、今回皆さん、主語は人間ではないですよね。経験不足。つまり人以外の主語がやってきた場合に、この自動詞ワークの意味は、うまくいく、作用する、機能するという意味になりましたね。ですから直訳は、経験不足がうまくいくことがありますよ。で、今回は右側にアドバンテージ。これはくっついておりますので、有利に働くこともあります。もちろん働くといっても、人が働く話ではないですからね。ですから、自動詞のワークで主語が人間じゃない場合に、うまくいく。こういう意味になることを知っておくとよろしいかと思います。もちろんそれも後でまとめますからね。
ですから正解は E ということでよろしいかと思います。では続いてトレ4番お願いします。これは空所の右が requirements。必要とか要求ですよね。ではそれとセットで使う表現と言われたら、もちろん meet ですよね。必要を満たす。要求を満たすと。でひょっとしたらもうちょっと有名な表現として、このあたりが need。それを知ってる人いらっしゃるかと思いますが、ここが need だけではなく requirements。それも OK ですからね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ最後皆さん空欄5番は C が正解になりそうですが、念のため確認をお願いします。これ確かに run out of 使い果たすという意味の表現がありましたね。ですから空欄5番は正解 C。こちらでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次に繋がるんじゃないかなと思うところ、まとめていきたいと思います。まずは、カッコ1。皆さん、リマインドときたら、A of B ということでよろしかったかと思います。で、もちろん A に当たる部分は、思い出させるわけですから、人ですからね。そして、カッコ2。What は先行詞がいらないときに使いましたね。ただ皆さん、その理屈をよくわからない、という方は皆さん、解説動画がすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴ください。そして、カッコ3。of プラス抽象名詞は、形容詞に書き換えることができましたね。ですから、of benefit。これが beneficial。それに書き換えることができました。そして、カッコ4。to the for。心ゆくまでという意味の熟語でしたね。そして、カッコ5。over の前後は、こういうイメージでございます。つまり、A と B を比較して、A の方が優れている。ですから、優劣を判定するのが over でした。そして、カッコ6。ファットウニャウニャフォー。何のためにという意味の熟語でよろしかったですね。そして、カッコ7。C の後ろに接続詞プラス SV。うんたらかんたらを確かめる。そして、カッコ8のコールオフ。うんたらかんたらを中止する。そして、カッコ9の自動詞 work。特に人が主語じゃない場合に、うまくいく。作用する。機能するというイメージを持っておいていただけると嬉しいかと思います。そして、カッコ10の需要を満たす。もちろん、必要や要求を満たすと考えていただいてもよろしいかと思います。皆さん、有名なのは meet点点点 needs。もしくは satisfy 点点点 needs。でもいいんですが、先ほどの問題では requirements。これも問われてましたね。そして、カッコ11のランナウトオブ。うんたらかんたら使い果たす。ということで皆さん、この中にもし知らない情報がありましたら、この後ノートを取っていただいて、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。